はい、どうも皆様おはようございます。私はですね、ただいま、米原駅の、新幹線ホームにやってきております。なぜここにいるかと言いますと、私はたった今京都から米原に着いたということでございます。今日はですね、前回の東海道本線駅そば巡りの続きということでね、ここ米原からスタートして、東の方向へ向かっていこうと、こういうことであります。ここ米原駅にはですね、前回申し上げました通り、米原駅には駅そば店がございませんが、駅から徒歩 2分ぐらいかなのところにですね、井筒屋さん、キッチン井筒屋さんがございまして、そこで、かつて米原駅で提供されていた駅そばが食べられるということで、この東海道本線駅そば巡りは駅構内の駅そば店を巡るというルールではありますが、ここはねちょっとね、やっぱり米原駅で駅そばを食べようということで、駅の改札の外へ出ていきます。ちょうどですね、こちらにですね、かつて営業されていた井筒屋さんの駅そば店があるわけですけども、残念ながら今は、営業されておられません。休業のお知らせというふうになっておりますが、令和4年3月20日をもちまして、休業されたままということで、店内はねこのように当時のままになっておりますが、誰もおらず、諏訪も提供されていない、そのような状況となっております。それではですね、ちょうどねここからね見えてますでしょ、あそこ、あそこにね駅弁の井筒屋とありまして、あそこで、キッチン井筒屋さんがありまして、そこで駅そばを提供されているということで、これから早速そちらの方に行ってまいります。前回の動画にもありました通り、こちらにですね、キッチン井筒屋さんの広告がございまして、汽車うどんそば、かけそばうどん400円とありまして、営業時間は9時から14時半まで、ただいまの時刻は9時35分、きっちり営業時間内となっておりますので、本日は空いているものと思われます。それではですね、米原駅の西口にやってまいりまして、ちょうどこちらの方に井筒屋さんがあるということで、これから歩いていきます。徒歩約 1,2 分といったところでしょうか。なんかこちらの方に歩いてきたのですが、これ道路かなと思ったら駐車場ですね。これを横切ったらまずいかな。駐車場がねかなり広くてね大回りになりそうなんで、ちょっとこちらの方に戻ってまいりました。やはりこちらの方を通った方が良さそうですね。ということで、ここを左に曲がりまして見えてまいりました、こちらが井筒屋さん。ちょうどこちらにですね、キッチン井筒屋と、見えております。それではですね、ルールから少々外れてしまいますが、ここは特別特例ということで、井筒屋さんの方に入ってまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。注文いたしましたのはかき揚げそば、そこにオプションで生卵を追加してもらいました。かまぼこにネギ、オプションの生卵、そしてかき揚げということですが、このかき揚げ、関西では一般的に言う天ぷらですね。小エビの入ったこうせんべいタイプの天ぷらであります。このビジュアル、どこからどう見ても駅そば。それではいただいてまいります。まずは麺をいただきます。そして天ぷらをバリバリっとせんべいのようにいただきます。このせんべいのようにバリバリっといただくのは、これはもう一種の儀式みたいなものでありますね。まずはおつゆの染み込んでいない天ぷらを味わい、そしてその後徐々におつゆが染み込んで変化していく、その様を楽しむのがこの天ぷらそばの楽しみの一つであります。そしてふにゃふにゃの麺とおつゆが染み込みふにゃふにゃとなった天ぷら、このベストマッチング、これぞ駅そば。さすが井筒屋さん、よくわかっていらっしゃいます。この麺と天ぷらを絡ませて食べるのが何ともたまりませんね。これを食べるために列車に乗っているようなもの。
それでは最後におつゆをいただきまして、ごちそうさまでございました。あ、ごちそうさまでした。ということで、米原駅前の駅弁の井筒屋さん、キッチン井筒屋さんでございました。それではですね、早速駅の方に戻っていきますけども、ただいまの時刻は9時55分、次の列車は10時だったのかな。ちょっと急いだ方がいいかな。よくよく考えると、ここで急いで次の駅行ってまたすぐに駅そば食べても、これろくなことになりませんからね。列車1本ずらしてもいいかな。ここに米原の駅前っていうのは特に何もないんですけどもね、ちょっと駅前をぶらついてみようかな。今調べましたら、やはり列車は10時で、大垣までの列車は30分間隔で発車しているということのようなので、1本列車ずらしまして10時30分の列車に乗るということにいたします。ということで、米原の駅前を歩いてきたわけですけども、特にこれといったものがなくてですね、小さな小さなフレンドマートがあるだけと、そしてそのフレンドマートに、ドラッグ豊かがある、まあ、これだけですね。まあ、その他にこちらにはトヨタレンタカーがあると、まあ、何もない言いながら、まあ、こういったものぐらいはあるぞといった感じでしょうか。ということで、米原駅西口まで戻ってまいりました。すいません、日付入れてもらえます？はい、ありがとうございます。トイレに行こうかと思ったのですが、ものすごい行列ができておりました。それではですね、10時30分発の新快速に乗っていきます。列車は8番線からの発車、8番線はこちら左側ですね。なんかたくさんの人がいらっしゃるのですが、これ無事座れるのかな。まあ大垣までなんでね、まあ、30分ほどですから最悪立っていってもいいのかなと。むしろ撮影するには立っている方が都合がいいといった感じでしょう。やってまいりました。こちらの列車に乗ってまいります。この列車は10時30分発東海道線岐阜名古屋方面まいります。新快速の豊橋駅です。まもなく発車いたします。ドア付近のお客様、閉まりますドアにご注意ください。次はタルイです。
ご乗車ありがとう。さて、米原から列車に乗って大垣駅に到着いたしました。この大垣駅なんですけどもね、正直申しまして、この大垣駅には駅そば店はございません。じゃあ何でここの大垣通りにねやと言いますと、それはですね、ただ単に私がこの大垣で降りたかったからという、ただそれだけの理由であります。18切符です。はい、ありがとうございます。ですがご安心くださいませ、この大垣駅にはですね駅そば店はございませんが、駅構内にですねオラガそばがあるはずなんですけども、ここにはなさそうですね。この地図には載っておりません。どこにオラガそばがあるんでしょうか。この地図に載ってるかな。ありましたね、ありましたね。こちらです。先ほど米原駅で駅そばを食べてからまだ1時間半ほどでありますんでね、もうあと30分ぐらい時間をかけて、オラガそばの方へ向かってまいります。今ご覧いただいておりますのが大垣駅前であります。どうやらですね、オラガそばはこの中にあるみたいであります。まずは場所を確認いたします。こちらにサイゼリアがありまして、その隣がオラガそばかな。こちらでございますね。こちらがオラガそばであります。メニューの方はと言いますと、このようになっておりまして、温とろろそばが690円、ちくわ天そばが640円、きつねそばが640円ということで、駅そばよりも値段帯が高くなっております。そのため私はオラガそばは駅そばには含めていないということでございます。ただいまですね、大垣駅前でまったりと過ごしておりまして、ちょうどこちらにですね、手打ちうどんそばさらしなとございますが、残念ながらね、あれは立ち食いそば店ではございません。駅前にはこの通りスクランブル交差点もございまして、超特快となっておりますと言いますか、私が田舎の駅そば店ばかり巡っているので、この大垣が都会のように感じるのかもしれません。さて、私がやってまいりましたのはこちら、堀抜き井戸の発祥の地ということでございます。こちらにですね、その説明文が書かれた大垣市教育委員会の看板が立てられております。何でもですね、水が渇水すると、人々は困っていたので、そこに、この地にですね5メートルほど土を掘り込んでいったという、どうもそういうことのようですね。こちらにあるのはただこれだけという非常にマイナーな観光名所でございました。それではですね、駅の方に戻っていってオラガそばを、食したいと思います。大垣駅前に戻ってまいりまして、これからオラガそばへ一直線であります。それでは入ってまいります。注文いたしましたのはザルそばであります。北風小僧勘太郎の傘のような風情のある器の上に、張りと艶のあるそばの山、そしてその上には海苔が乗せられております。そしてその横にはザルそばといえばつけつゆと、そしてわさびとネギであります。これぞあの心日本料理の正統派、ラーメンなんぞ食ってる外人に食わせてやりたい一品であります。それではいただいてまいります。まずはわさびとネギをつけつゆに入れて混ぜていきます。オラガそばはですね、全国チェーンで、まあ、日本全国結構あちこちの駅の中にあったりもかもしますけども、駅そばよりもワンランク上の値段帯でございますから、やっぱりそこはね、麺もちょっと高級でございまして、なんて言いましょうか、麺にこうピンと張りがあるというかね、息がいいみたいな、もう取れたてピチピチのお魚みたいなね、そんな感じのねおそばでございます。そんなワンランク上の高級なオラガそばの中で一番安いメニューがこちらのザルそば540円でございます。最後にそば湯を入れておつゆをいただきまして、ごちそうさまでございました。
はい、ということでオラガそばさんでございました。ということでね、僕にとっては初オラガそばだったわけですけども、私はやっぱりさすがね、値段が高いだけあって麺もちょっと高級なものを使用されておりました。次はですね、12時56分の列車に乗って岐阜へね、行こうかと思っております。今の時刻は12時28分ですので、20分ちょっとね、時間があるといったところでしょうか。大垣駅にはこのようにストリートピアノも置かれております。こうやって聴いていると、上越妙高で聴いたジャイアンリサイタルがひどく思い起こされます。それではですね、発車時刻まであと10分と迫ってまいりましたので、改札の中に入っていきます。すいません、あ、18切符です。ありがとうございます。さて、どちらでしょうか。垂水鉄道、あ、大垣駅から出てたんですね。あ、あれを見ればいいのかな。次は岐阜行きは12時56分1番線からの発車でございます。あ、こっち違う、こっちだ。この辺りで待ってたらいいのかな。はい、ということで岐阜駅に到着いたしました。この岐阜駅にはですね、なんと駅そば店がございません。大垣駅に続いてこの岐阜駅にも駅そば店がないということで、じゃあなんでまたこの岐阜で降りるねんと言いますと、実はですね、この岐阜駅にも、番組の途中ではございますが、尺の都合で本日の動画はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。